渡瀬和幸は、地方競馬の兵庫県競馬組合、園田競馬場、碇誠二郎厩舎所属の騎手である。地方競馬教養センター長期騎手課程第69期生。愛称は、ニノペリエ。兵庫県競馬所属の調教師、渡瀬弘明は実定。1999年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月15日、第2回、園田競馬1日目第3競走アラブ計4歳、一般戦ワールドグレイスで初騎乗。同年5月25日第5回、園田競馬3日目第1競走アラブ計5馬、一般戦を田口飛龍で優勝し、初勝利。2002年11月30日第5回阪神競馬1日目、第10競走ポインセチア賞で平方ウィニングに、騎乗のため遠征し、同日、第2競走2歳未勝利戦の北サンミラージュに騎乗し、中央競馬初騎乗。2004年地方競馬通算100勝達成。2007年7月11日、第2回姫路競馬5日目第11競走 A13 歳以上特別戦を、伊吹乙姫で、レコードタイムで優勝し、地方競馬通算200勝達成。2008年6月28日から10月14日まで、釜山よろこび南競馬場で期間限定騎乗を行うことが発表された。同年7月6日、4戦目で海外初勝利。そして2018年10月18日、園田競馬第11競走の第11回兵庫若駒賞において、7番人気の天馬台ウェーブで優勝、重賞33回目の挑戦にして、重賞初制覇を果たしている。地方通算成績は6424戦437勝2着469回3着493回、勝率 6.8%、連帯率 14.1%、 中央競馬2戦、0勝、焦らず力まず、現状維持を目指す。渡瀬弘明調教師、園田競馬チャージアドバンスト、2018年12月3日、閲覧。兵庫の渡瀬和幸騎手、地方通算200勝達成-NETKEIBA.com 兵庫の渡瀬和幸騎手が、韓国で騎乗 A-NETKEIBA.com、渡瀬和幸騎手、韓国で初勝利-NETKEIBA.com。ありがとうございます。